はい、どうもヒューガバーカクテル探偵団でございます。映画007に出てきたお酒全部解説してみようというシリーズの第6回目、今日が最終回になります。で、今日ご紹介するジェームズ・ボンド、大人気ダニエル・クレイグのシリーズです。で、このダニエル・クレイグのシリーズはですね、お酒が出てくるシーンが多いので今日ちょっと長くなるかもしれません。なので、いつものように概要欄には作品ごとのタイムスタンプ機能をつけてますので、まあ一作品ずつでも、ちょっとずつでも見ていただければなと思います。ちょっと通しで見るには長くなりそうな感じです。はい、それでは早速始めていきたいと思います。今日は21作目からですね、2006年に公開されましたカジノロワイヤルという作品です。で、先ほども言いましたように、この作品からジェームズ・ボンド役、ダニエル・クレイグです。この当時、ダニエル・クレイグは38歳。で、このダニエル・クレイグはですね、今までジェームズ・ボンドを演じてきた俳優さんの中で一番背が低いです。178センチ。ちょうど僕と同じ身長ですけどね。はい。まあ、ショーン・コネリーが188センチなんていう長身でしたし、他の俳優さんたちも背が高いんですけど、このダニエル・クレイグが一番背が低いと。で、この背が低いというエピソードはですね、実は作品の中でちょこっといじられたりもしてます。はい、では、早速お話していきたいと思います。まあ、この作品、ストーリーはですね、まずジェームズ・ボンドが殺しのライセンス00をもらうというところからストーリーが始まります。で、ジェームズ・ボンドは今回の敵のボスであります、ルシフルという相手と戦っていくという、まあ、そういう話になってます。で、このルシフルというのはですね、投資家なんですけど、ウガンダで革命軍をしている、革命軍のお金を預かってそれを投資に回す。で、マネーロンダリングもするという、まあ、そういうこともやってる相手なんですよね。で、このルシフルはですね、左目が義眼になってまして、血の涙を流すという、まあ、ちょっと不気味な男の設定なんですけどね。では、この作品でお酒が出てきたシーン、細かいものまで入れて全部で10あります。できる限りテンポよくお話していきたいと思います。で、ちなみに、この作品で出てくるボンドマティーニが、今一番人気があるボンドマティーニと言われてるボンドマティーニです。はい、それではお酒が出てきたシーン、まず一つ目。一つ目はですね、この敵のボス、ルシフルは、海の上のクルーザーの上でカードゲームをしてます。で、このカードゲームをしながら、その場にはブランデーと、あとこのルシフルの方はシャンパンを飲みながらカードゲームをしてましたね。このルシフルという敵ボスはですね、チェスの名人でもあり、ポーカーが趣味という、そういう男なんですね。はい、では二つ目のシーン行きましょう。二つ目のシーンは、ジェームズ・ボンドはバハマのナッソーへと飛びます。で、このバハマのナッソーのオーシャンクラブというホテルに泊まるんですが、そこのホテルの、バーカウンターでマウントゲイのソーダ割りをというふうに注文してます。で、このマウントゲイというのはラムなんですけど、劇中で使われてた銘柄はこちらです。マウントゲイのエクリプスという、まあ今ちょっと終盤になってしまったんですけどね。これを氷が入ったコリンズグラスに、ソーダ割りでジェームズ・ボンドは飲んでましたね。はい、では三つ目のシーン行きましょう。三つ目のシーンはですね、まあ、この敵ボスルシフルと繋がっているデミトリオスという男をジェームズ・ボンドは追っていきます。で、そのデミトリオスの、夫人、奥さんと、また、いい感じになりまして、そこでラブシーンになる。で、その時にシャンパンを飲んでたという、そういうシーンですね。で、ジェームズ・ボンドが、まあ、シャンパンを飲み切ってしまって、で、もっと追加のシャンパンが欲しいなということで、ルームサービスに電話します。冷えたボランジェグランダネを頼む。それと、ベルガキャビアもと。まあ、ジェームズ・ボンドキャビア大好きですね。で、このグランダネというボランジェは、5年以上熟成させたというボランジェです。ちなみに前回までよく出てきたボランジェの RD は8年以上の熟成。そしてボランジェの中で一番まあ価格が安い、スペシャルキュベは3年以上の熟成ということになってます。はい、では続いてお酒が出てきた4つ目のシーン。ジェームズ・ボンドはこのルシフルが開くポーカー大会がモンテネグロで行われると。で、そこの会場に向かってます。まあこのポーカー大会はとんでもない巨額がかけられているという、そういうポーカー大会なんですけど、そのモンテネグロに向かっている飛行機の中でジェームズ・ボンドはロックグラスに入った茶色いお酒を飲んでます。まあウイスキーじゃないかなと思うんですけどね。で、この時に今回のボンドガールになります。ベスパと初めて会います。このベスパはですね、今回ボンドがポーカーゲームに参加するにあたり、その資金係を頼まれているという、まあそういう、まあ会計士というか、まあそういう設定になってますね。その後、ベスパとジェームズ・ボンドは列車で移動していくんですが、その列車の食堂車の中で二人は食事をしながら赤ワインを飲んでました。この時の赤ワインの銘柄は、シャトー・アンジュルスの1982年ものでした。まあ、このワインはボルドー、フランスのボルドーの一級ワインですね。
はい、では続いてお酒が出てきた5つ目のシーン、ジェームズボンドとベスパーですね、このカジノが開かれる現地に行って、そこでまたもう一人の協力者マティスという男性と会うんですね。で、そのマティスと会ってるそのカフェのシーンでシャンパンをみんなで飲んでましたね。多分この時の銘柄はボランジェのスペシャルキュベブリュートだと思います。はい、では続いて6個目のシーン、この6個目のシーンが一番人気があるというボンドマティーニが最初に登場するシーンです。これはですね、そのルシフルが開催した巨額がかけられているポーカー大会がスタートしてからのシーンです。で、ちなみにこのポーカー大会には第二の仲良し CIA のフェリックスライターも参加してます。ただこの時にはまだ仲良くはなってなくて、この時が初顔合わせという設定になってましたね。はい、で、このポーカーをやりながらジェームズボンドはウェイターを呼んでくれというふうに言って、ドライマティーニを頼む、ゴードンジンが3、ウォッカが1、キナリレが1/2、よくシェイクしてレモンピールを添えてくれと言って、注文してます。そうするとその場にいたフェリックスライターとか他の参加者も、あ、俺もって言って、他の方たちもこのボンドがレシピを指定したマティーニを飲んでるという、まあそういうシーンです。はい、では続いて7つ目のシーン、7つ目のシーンはですね、まあこのポーカー大会が1回休憩をしまして、で、その時にジェームズ・ボンドは敵と格闘していくことになります。まあこの敵というのはボンドを襲ってきたというよりはルシフルを襲いに来た敵なんですけど、その敵とちょっと、戦いになりまして、で、戦いが終わった後にジェームズ・ボンドは気持ちを落ち着けるために自分の部屋でデカンターから茶色いお酒をロックグラスに注いでグビグビっと飲んでましたね。ちょっと銘柄はこれはわかりませんでした。はい、では続いて8個目。これはですね、場面は次の日になってます。まあ、大きいポーカー大会ですから、日をまたいでずっと開催されてるんですが、その次の日、まあ、ジェームズ・ボンドはずっと負け続けてるんですね。で、ちょっとイライラしてます。で、そのポーカー会場のレストランのバーカウンターで、ジェームズ・ボンドは、ウォッカ・マティーニを頼むと、ちょっとイラついてるんですね。で、ウォッカ・マティーニをと、バーテンダーに注文します。そうすると、バーテンダーは、ステアですか？シェイクですか？と聞くんですね。そうすると、ジェームズ・ボンドはですね、どちらでもいいよって言うんです。いつもは、マティーニの作り方にもうるさいボンドがどちらでもいいよというこのシーンはかなりボンドがイラついてるというのを表したシーンですね。はい、ではお酒が出てきた9つ目のシーン、これはポーカーをしながらまた先ほどのマティーニを飲んでるシーンです。ただこのマティーニには毒が入っていて、ジェームズボンドは命を落としそうになってしまいます。で、この時にジェームズボンドの体の中には心拍を取る装置が埋め込まれてます。で、それが MI6 の方にももちろん情報としていくんですが、その MI6 の本部の方では M たちがボンド心拍危ないじゃないの、死にそうなんじゃないのなんて心配 してるんですね。で、その時に M はロックグラスで、茶色いお酒を飲んでました。まあこれ多分ウイスキーだと思うんですが、まあ前回もそうでしたが、このジュディ・デンチ演じる M は勤務中によくお酒を飲んでますね。はい、ではこの作品でお酒が出てきた最後のシーン、10個目のシーンです。これは、カジノ大会が終わり、ジェームズ・ボンドたちはカジノに勝ってよかったよかったということで、最後このベスパーと、ジェームズ・ボンドはレストランで食事をしています。その時に、まあ、先ほどのゴードン3、ウォッカ1、キナリレ1/2というマティーニを2人で飲んでるんですね。で、ジェームズ・ボンドがこのマティーニをベスパーと名付けようと言うんですね。で、そうするとこのベスパーの方が後味が苦いからって聞くと、いや、これを飲んだら他のものが飲めなくなるから、そうしてこのマティーニはベスパーと名付けられたという、まあジェーム・ボンドマティーニの中で最も人気があると言われているベスパーマティーニの誕生の瞬間です。はい、まあそれがこの作品で出てきたお酒のシーンでした。はい、では続いての作品いきましょう。続いての作品は第22作目、2008年に公開されました慰めの報酬という、作品です。で、この作品はですね、前回のカジノロワイヤルの続きになってます。本当に前回のカジノロワイヤルの最後のシーンから、この映画のまず最初のシーンが始まっていくというそういう感じになってますね。で、この作品の中でジェームズ・ボンドはいつもの定番のセリフ、ボンド、ジェームズ・ボンドというあの名乗るセリフを、言ってません。映画007の中でこのセリフを言わなかった唯一の作品です。はい。まあ前回の続きの作品になってますからね。まあ前回名乗ってるからまあいいんじゃないのという感じもするんですが。はい。この作品、ストーリーはですね、実は前回出てきた、ベスパーという女性は作品の最後で殺されています。で、そのベスパーの復讐をすると。で、ボリビアの天然資源の利権争いも、そこには絡んでくるという、そういう作品になってます。で、今回の敵ボスはドミニクという男です。
はい、ではこの作品でお酒が出てきたシーン全部で8個です。はい、ではテンポよくいきたいと思います。まず一つ目です。一つ目はですね、ジェームズ・ボンドはイタリアのシエナにいます。ここで前回の作品の最後に捕まえたホワイトという男を M の元に連れていくんですね。で、そこで M とボンドは茶色いお酒をロックグラスで飲んでます。まあこれウイスキーじゃないかなと思うんですが、ボトルが出てこなかったので銘柄まではわかりませんでした。はい、では続いて二つ目のシーン。これはですね、M が今回の敵を追っていくために CIA に協力、情報提供を求めます。まあ電話するんですけど、で、その時に CIA 側は飛行機の中に乗ってます。で、その飛行機の中でロックグラスで、茶色いお酒を飲んでると。このお酒、まあ多分ジョニー・ウォーカーのゴールドだと思います。これを飲んでるんですね。で、この時のメンバーは CIA の局長とフェリックス・ライターです。で、この局長の方がこのジョニー・ウォーカーのストレートを飲んでるという。まあそういうシーンですね。はい、ではこの作品でお酒が出てきた3つ目のシーン。3つ目はですね、ジェームズ・ボンド、オーストリアに向かいます。で、オーストリアのオペラが行われている会場に行くんですけど、潜入するんですけど、そこでその会場にいるお客さんたちはみんなシャンパンを飲んでます。これボランジェのスペシャルキュベだと思います。を飲んでたという、そういうシーンですね。はい、では4つ目のシーン。4つ目のシーンは、ジェームズ・ボンドはイタリアのタラモーネへと向かいます。で、このタラモーネに何で向かったかというと、まあ、ジェームズ・ボンド、今回の任務から一回外されてしまって、パスポートとかをロックされてるんですね。で、それで協力を求めて、イタリアのタラモーネにいるマティスの別荘を訪れるんですね。まあ、前回も協力してくれたマティスですね。で、そこで、マティスの奥さんから白ワインを出されます。この時にですね、マティスは彼にお酒なんか出すのかと言うんですね。そうすると、奥さんの方は、安いワインよって言って、ジェームズ・ボンドにワインを出すと。これなんでこういう風なシーンになってるかというと、実はマティス、前回の作品で敵と繋がってるんじゃないかということで、疑われて MI6 に捕まってるんですね。で、そこで拷問などを受けてます。だからマティスは MI6、ジェームズ・ボンドのことを恨んでるんですね。だからこの時に、こんな奴にお酒出す必要ないよという感じで、マティスがここで、接してるという、まあそういうシーンですね。はい。まあこの後、マティスは結局協力してくれることになって、ジェームズ・ボンドたちと、一緒に行動をしていきます。はい。ではお酒が出てきた5つ目のシーン。5つ目のシーンは、ジェームズ・ボンドとこのマティスは、ボリビアへと飛行機で向かってます。で、その飛行機の中でジェームズ・ボンドは、飛行機のバーカウンターで一人でお酒を飲んでます。これ、時間帯は夜なんですけど、夜中なんですけど、一人でマティーニを飲んでるんですね。で、そこに、マティスが起きてきまして、ボンド眠れないのかと聞くんですね。で、それ何飲んでんだよと聞くと、さあ、これ何だったかなと言って、そのお酒を作ってくれてる男性の CA さんに聞くんですね。そうすると男性の CA さんが、そちらはゴードン3、ウォッカ1、2分の1のキナリレです。ベルモットではありません。それを思いっきり冷たくなるまでシェイクして、レモンピールのスライスを添えたものです。6杯目です。と言うんですね。まあ、ジェームズ・ボンド、ここでもう6杯も飲んじゃってるんですね。まあ、結構ベロベロな感じのボンドですね。で、この時に使われてた材料、ゴードンジンの方はですね、通常の40度以上あるゴードンジンではなくて、緑色のボトルが置いてあったので、緑色のグリーンボトルの方のゴードンジンを使ってたんだと思います。で、このグリーンボトルというのは、アルコール度数が 37.5 度の、まあ、イギリス限定で発売されてるゴードンジンです。これがまあ、そのバックバーには置いてあったので、まあ、このゴードンで、このベスパマティーニを作ってたのかなという感じのシーンですね。ここで最初にも言いました、ちょっと背の低さをいじられる、会話があります。ベスパを失った、その寂しい気持ちでもう結構焼け酒を飲んでます。で、そこでマティスは心配をするんですね。どんな薬でもあるぞ、背を伸ばす薬も、忘れる薬も、なんていう風に言ってます。はい。まあ、ベスパのことを忘れる薬もあるし、歴代のボンドの中で一番背が低いダニエル・クレイグのボンドですから、背を伸ばす薬もなんていう、そういうセリフを言ってるという、まあそういうシーンですね。はい、ではお酒が出てきた6個目のシーン。6個目のシーンはジェームズ・ボンドたちは、ボリビアのラパスへ降り立ちます。で、そこでジェームズ・ボンドは、ジェームズ・ボンドの監視役、MI6 から派遣された監視役であるフィールズという女性と会って、3人で移動していくんですね。で、ボンドはいつもの通りその女性フィールズと部屋で、まあいい感じのラブシーンになって、で、その時シャンパンを飲んでると。で、このシャンパンの銘柄、コルクがチラッとしか出てこないので、はっきりとはしないんですが、まあボランジェじゃないかなというふうに思います。はい、ではこの作品でお酒が出てきた7つ目のシーン。ジェームズ・ボンドは、この今回の敵ボスであるドミニクが開く資金協力パーティーへと潜入します。で、その会場ではお客さんたちがマティーニを飲んだり、シャンパンを飲んだりしてます。で、ジェームズ・ボンドと
この女性フィールズはシャンパンを飲んでると。この時のシャンパンの銘柄は多分ボランジェのスペシャルキュベだと思います。はい、ではこの作品でお酒が出てきた最後のシーン、8個目のシーンです。これはですね、もう最後の方のシーンなんですが、ジェームズ・ボンドはボリビアの町場のバーで、協力を求めてフェリックス・ライターに電話をしてるんですね。で、その時に、二人はビールを飲んでる、瓶ビールを飲んでるというシーンでした。ただ、この瓶ビール、銘柄がちょっとわからなかったんですよね。この作品のスポンサーにはハイネケンがついてます。だから、ハイネケンなのかなと思ったけど、ちょっとラベルが違ったので、この飲んでたお酒の銘柄はちょっとわからなかったという、まあ、そういう感じです。はい、では続いての作品いきたいと思います。続いての作品は2012年に公開されましたスカイフォールという作品です。で、この作品で新しい Q、まあ若いイケメンなんですけど、新しい Q が登場したりもしてます。はい。で、この作品、ストーリーはですね、NATO 工作員のリスト、まあスパイリストが盗まれてしまいます。で、それを取り戻していくという、そういう作品になってます。で、今回の敵ボスはラウルという人物で、で、このラウルという男はサイバーテロリストで、実は元 MI6 なんですね。で、MI6 への恨みも持ってるという、まあそういう男との対決という作品になってます。はい、ではこの作品でお酒が出てきたシーン、全部で7つです。まず一つ目のシーン。一つ目のシーンは MI6 の本部の M のオフィスです。ここの M のオフィスのデスクの上にはマッカランが置いてあります。で、ここで M はですね、実は、上司から引退勧告を受けるんですね。もうそろそろお前 M 辞めたらどうだというふうに言われてます。で、その時に M はこの上司から、クルボアジェの VSOP をロックグラスにバーッとストレートで注がれて出されてます。はい、では続いて2つ目のシーン。実はこの作品の一番最初のシーンで、ジェームズ・ボンドはそのリストを取り戻すために戦ってる最中に、かなりの高さの橋から落ちて死んだんじゃないかというふうに思われてます。で、実はジェームズ・ボンドは生きてたんですけど、ジェームズ・ボンドはどこにいたかというと、まあ、ちょっと場所ははっきりしないんですが、島、どこかの島にいるんですね。その島でジェームズ・ボンドは日々飲んだくれてるんですが、そこで、女性とベッドのシーンがありまして、その時にまずジェームズ・ボンドはハイネケンの瓶を飲んでます。で、その後その島のバーでジェームズ・ボンドはウイスキーのストレートをグビグビ飲んで飲んだくれてるんですね。で、この時のウイスキーはマッカランのファインオークだと思います。を、ジェームズ・ボンドは、飲んでましたね。はい。では続いて3つ目のシーン。3つ目のシーンはジェームズ・ボンドは、007に復帰しようとして、イギリスへと戻ってきます。で、場所はこれ、M の自宅です。自宅にジェームズ・ボンド潜入してるんですね。で、そこでジェームズ・ボンドはマッカランのストレートを飲んでました。はい。では、4つ目のシーン。四つ目のシーンは、マカオのカジノのシーンです。で、このカジノのバーカウンターで、今回の敵ボス、ラウルの愛人と会うんですね。で、そこで、シェイクのマティーニ、ウォッカマティーニを飲んでます。で、このマティーニは、ちょっとお酒の材料はわからなかったんですが、このシーンはですね、この映画007の中で、一番ちゃんとしっかりとバーテンダーがシェイクしてるシーンです。が出てきてますね。はい。このマティーニにはオリーブは入ってなくてレモンピールが入ってました。かなりキンキンに冷えたマティーニでしたね。ジェームズ・ボンドは一口飲んで完璧だって言ってましたけどね。はい、では5つ目のシーン。5つ目のシーンは先ほどのあのラウルの愛人、これセブリンっていう女性なんですけど、で、このセブリンはヨットの部屋の中にいます。で、その豪華ヨットの部屋の中に置いてあったのはボランジェの RD が置いてありましたね。はい、では続いて6個目のシーン。ジェームズ・ボンドは今回の敵ボス、ラウルのアジトへと向かいます。まあ、このアジト、廃墟の島なんですけど、はい。で、このアジトで、ジェームズ・ボンドはこの敵のラウルに、50年もののマッカランだ。君のお気に入りじゃなかったかなと言って、マッカランの1962年ものを出されてます。で、このお酒をショットグラスにストレートで出されて、ジェームズ・ボンドは一気にクイッと飲み干すという、まあそういうシーンですね。はい。では、この作品でお酒が出てきた最後のシーンです。まあ最後のシーンはチラッと出てきたシーンなんですが、この後、ジェームズ・ボンドは、この敵のラウルと、スカイフォールという、スコットランドにあるスカイフォールという、まあこのスカイフォールというのは架空の地名らしいんですが、スカイフォールというところで敵のラウルと対決してきます。で、この実はスカイフォールというのは、ジェームズ・ボンドが生まれ育った家があるという、まあそういう場所なんですけど、そこでラウルと戦うことになります。で、その時に MI6 の Q たちの場面がちらっと映るんですが、そこで MI6 の若い職員がハイネケンをグビグビッと飲んでましたね。はい。まあ、この映画もハイネケンがスポンサーになってますからね。まあ一応ここでハイネケン出てきたかなという、まあそういう感じのシーンでした。はい、それがこの作品でお酒が出てきたシーンでした。はい、では本日最後の作品、このシリーズの最後の作品をご紹介したいと思います。2015年に公開されましたスペクターという作品です。この名前を聞いてあれと思う方は007好きですね。
この作品はその名の通り犯罪組織スペクターと戦っていくと。で、その敵のボスブロフェルドと戦っていくという、まあそういうシーン、あ、そういう、まあそういうストーリーになってます。で、まあこのシリーズの最初の方の動画で何回もお話ししてるんですが、スペクターとブロフェルドという敵組織と敵ボスは小説の007ではもう定番の敵の組織です。ただ著作権の関係で映画ではずっと使うことができない敵組織でした。それがここで復活したということですね。はい。まあ正確に言うと、第7作目、1971年に公開された第7作目のダイヤモンドは永遠にというところ以来のスペクターの登場になります。なので44年ぶりにスペクターという名前が使えたという、まあそういう作品ですね。はい。ではこの作品でお酒が出てきたシーン全部で7つです。まず一つ目は、ジェームズ・ボンド冒頭でメキシコにいます。メキシコのあの死者の日というこう、お祭りの日にジェームズ・ボンドはメキシコにいるんですが、まあ、この死者の日っていうのは11月の1日2日に行われるという、まあ、メキシコの風習ですね。そういうお祭りの中にジェームズ・ボンドはいて、ホテルに美女と入ります。で、そのホテルの部屋にはシャンパンクーラーが置いてあって、そこには飲み干したシャンパンの瓶が逆さになってボンとこう突っ込んであるんですね。で、そのシャンパンの瓶はボランジェの RD が置いてありましたね。はい、では二つ目のシーン。二つ目のシーンはジェームズ・ボンドの自宅です。で、ここにマネーペニーを招くんですが、で、ジェームズ・ボンドはそこでマッカランのストレートを飲んでるんですね。で、このマネーペニーにも飲むかいと、一応言うんですけど、マネーペニーはいらないわという、まあそういうシーンですね。はい、では三つ目のシーン。三つ目のシーンは、Q の研究室です。で、そこには、ボンドカーが置いてあるんですね。今回のボンドカー、アストンマーチンの DB10 ですけど、それが置いてあるんですけど、これ実はボンドのために開発されたんですが、ボンドは今回も任務から一度外されてしまってまして、これ009が使うことになったんだよと言って Q に紹介されるんですね。ただ、ジェームズ・ボンドは結局このボンドカーを盗んで自分で乗り回すことになります。で、その時にジェームズ・ボンドがボンドカーの代わりにその場に置いていったのがシャンパンで、で、その銘柄がボランジェのグランダネですね。はい、では4つ目のシーン行きましょう。4つ目のシーンはジェームズ・ボンドはローマに行きます。ローマで、葬儀に参加するんですが、その葬儀の未亡人が、まずここでクルボワジェの VSOP をストレートで飲んでます。で、ジェームズ・ボンドはその後この未亡人とラブシーンになっていくんですが、その時に置いてあったお酒がシャンパンでボランジェの RD でしたね。はい、ではお酒が出てきた5つ目のシーン。これ実はお酒が出てきたシーンではないんですけど、ジェームズ・ボンドはこの後、オーストリアの雪山の上にあるクリニックを訪れます。ここのクリニックには、マドレーヌという女性がいるんですけど、そのマドレーヌと会うためにここに行きます。で、このクリニックのバーカウンターみたいなところがあるんですけど、そこでジェームズ・ボンドはウォッカマティーニをくれって頼むんですね。そうすると、もちろんここは病院ですから、そこのスタッフの方が、あいにくですが、アルコールは置いておりませんと。で、その後、ジェームズ・ボンドはここで、消化酵素入りのシェイクした、健康飲料を出されている。もちろん、ジェームズ・ボンドはこれ飲まないんですけどね。という、まあそういうシーンです。はい。では、お酒が出てきた6個目のシーン。6個目のシーンはですね、これ、先ほどの雪山のクリニックであったマドレーヌという女性。まあこの女性は、ホワイトという慰めの報酬の一番最初で捕まえた男性の娘なんですね。で、この娘と一緒にジェームズ・ボンドは行動していくんですが、そのマドレーヌとモロッコのタンジールへと行きます。このモロッコのタンジールのホテルに行くんですが、ここはですね、実はこのマドレーヌとあと父親のホワイトですね、が昔から家族旅行でいつも使ってる部屋なのよっていう部屋を訪れるんですね。で、ここに実は情報が隠されてるんじゃないかということでジェームズ・ボンドたちは訪れます。そしてジェームズ・ボンドはそのいろいろ探してる中でウォッカの瓶を見つけてそれをラッパ飲みするというのがこのシーンです。で、この時のウォッカはラベルがしっかりと読めないので瓶の形だけで想像するところからするとこちらベルベデールじゃないかなと僕は思ってます。というのがこの作品のスポンサーにこのベルベデールついてるんですね。で、これちょっと見えるかな。スペクター限定ボトルなんですよ。はい。かっこいいですよね、これ。はい。まあ、このウォッカをジェームズ・ボンドはラッパ飲みしてたんじゃないかなという、そういうシーンです。ちなみにこのベルベデールというウォッカ、ポーランド産のプレミアムウォッカです。はい。かなりスッキリとした飲み口の美味しいウォッカですね。はい。この時にマドレーヌの方は赤ワインを飲んでたという、まあ、そういうシーンです。はい。では、この作品でお酒が出てきた最後のシーン、7つ目のシーンです。ジェームズ・ボンドは敵のスペクターのアジトへと列車で向かっています。で、その列車の食堂車の中で、このマドレーヌと一緒に食事をするんですが、その時にマドレーヌがウォッカマティーニダーティーでと頼みます。
そうするとボンドは2杯でと言って自分の分も一緒に注文するという、そういうシーンですね。で、このダーティーマティーニというマティーニはですね、オリーブの漬け汁を入れるという、そういうマティーニなんですが、はい、それをここで頼んでましたね。で、この時に使っていたお酒の銘柄はわからなかったんですが、このマティーニにはオリーブが3つピンに刺されて入っていて、で、レモンピールは入っていませんでしたね。はい、それがこの作品に出てきたお酒のシーンでした。はい、長かったですね。はい、なんとか終わりました。映画007に出てきたお酒すべて解説してみようの最終回です。はい。ではまた次回お会いしましょう。まあ、次回はですね、ご要望もいただいてましたシェイキングについてちょっとお話ししようかなと、簡単な感じでよ。軽い感じでお話ししようかなというふうに思ってます。はい、それでは、ここまで長い間お付き合いありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。